今回は室町幕府の成立についてです。目次です。南北朝の騒乱、そして南北朝の合一について、室町時代の守護について、最後は室町幕府のピークである三大将軍足利義満の政治・外交についてです。まずは南北朝の騒乱についてです。足利尊氏が後醍醐天皇を幽閉し、光明天皇を擁立すると、 1336年末京都を脱出して後醍醐天皇は吉野にこもり私こそが正統な天皇だそう主張するそして以後60年にわたって抗争が続いたこの期間のことを南北朝時代と呼ぶ。ただし南朝が北朝と互角に戦えたのはごくわずかな期間のみだった というのも南朝方は主要な戦力をどん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 失っていったから例えば北畠明家欧州から再び上落してきますが結局石津の戦いで戦死する新田義貞もまた越前で戦死する藤島の戦いですこうやって南朝方は主要な戦力を失っていったさらに南朝方のボスの後醍醐天皇も失意のうちに吉野で死去してしまった こういったことから南朝方はごくわずかな期間のみしか北朝と互角に戦えなかったということができるそしてこの戦乱も三代将軍義満の頃には収束の方向に向かう南朝の五亀山天皇は義満の呼びかけに応じて京都に帰って北朝の五小松天皇に上位をするここにおいて南北朝の合一がなされたと捉えることができます の頃政権は安定し諸国の武士も幕府が室町幕府が派遣した守護の指揮下に組み込まれていくことになります室町時代の守護は鎌倉時代の守護と区別して守護大名と呼ばれます鎌倉時代の守護は大盆参加条といって大盤催促、謀反人逮捕殺害人逮捕これだけしか認められていなかったしかし室町時代には借りた狼藉の取り締まりそして幕府の判決を強制執行する 施設巡業、年貢の半分を挑発しとい,い,いうような権限を認めたり、えー、しましたじゃあなぜ室町時代の守護にそれほど多くの権限を与えたのかえそこが問いとして浮かび上がってきます一言で言うならば地方武士を統制すす。る必要があったとということですもう少し詳しく言うならば2つ理由を挙げることができるかなと思っています1つが、 幕府の直轄地である御所が少なかったということ。これはどういうことかっていうと鎌倉時代の源氏は関東御龍を含めて全国的な基盤経済的基盤が多くあったでも室町時代の足利氏というのは御龍所が少ない直轄地が少なかっただから全国支配を行うにあたっては全国に派遣している守護に権限を与えることが 一つ重要なこととであったと考えられる。そしてもう一つの理由としては黒人一揆が結ばれたということ地方土着の武士のことを黒人と言いますが彼らが僧侶制の崩壊によって遅延的に結びついてそして社会への不満圧力に対しては反抗するといったような形で一揆を結んでいたがゆえに それををえええつけるるるたために守護に権限を与える必要ががあっとと考えることができます。もう一つ主語に権限を与えることになったもう一つの理由としては黒人一揆を結ぶようになったということが挙げられる黒人とは地方を土着の武士で彼らは僧侶制の崩壊により遅延的に結びついた社会へ不満がある圧力に対しては抵抗する 自主的な地域権力を作り上げたのが黒人らであった彼らを抑え込むために守護に対して権限を多く与えたと考えることができます彼らは諸苑領主から年貢の徴収を請け負う守護請けを行うようになって諸苑への支配を強化していくえさらに公領にも進出し国家の機能を吸収して一国全体に及ぶ支配権を確立していった これを守護領国制というつまりどういうことかっていうと今まで荘園領主がやっとおったこと今まで国司がやっとおったことそんなものもひっくるめて自分の権限の中に入れて国全体を治めるようになっていく圧倒的な力を手にして国をまとめ上げていったんだこれが鎌倉時代の主護と全然違うところ。 しかしそんな彼らの中には横暴になっていく者も,もいる幕府の側としては横暴になっていく守護大名を何とか押さえつけなければいけないじゃあ次は誰に頼るのかというと次は自分の直轄軍である奉公衆たちに暴れるようになった守護大名を押さえてこいとえそういった方向に向かっていきますその中で有名なものがこの3つ時江須行山の氏清大内義弘 彼ら有力守護を統制することによって彼らの勢力を削っていくことによって幕府による統制を強化したそして彼三代将軍足利義満の頃には南北朝の合一も行い彼の時代というのは比較的安定した時代であったといえるだから六音寺金閣を代表とする北山文化も栄えていますこの後は 彼の時代に彼がやった外交政策について見ていきます。室町時代の外交についていきます。その前に、えー、少し復習からいきたいと思います。えー、隋との交易からいきますね。607年水古天皇の頃に日本から小野の妹子が派遣されます。えー、この時隋の容体、えー、に対して対等な関係を求めたとされている。だから、容体はカンカンに起こったと。 その場で小野妹子が切り殺されてもおかしくなかったっていうふうにもまあ考えられているだけれども怒りながらも煬帝は陶霊士として敗政生を日本に送り込んでくれたなんで隋が怒りながらも礼、えー、を尽くしてくれたのかっていうとえ当時隋という国が高麗と対立関係にあったえさらにまた日本と対立関係にあればこれはちょっと まあ不安だ、具合が悪いというようなところもあって、日本には礼を尽くしておこうかと。えそうやって廃聖生成を送ってくれたんだと。廃聖生がまた隋に帰るときに再び小の妹子は遣隋使として派遣されます。えそのときには高木の黒丸、宮口の昌安、民らも同行しています。最後の遣隋使は614年のことです。その後遣唐使が始まります。630年スタートです。 最初の遣唐使は最後の遣隋使と同じ人犬神の御けが任命されています遣唐使が終わるのは894年菅原道真の権、えー、議によってです、えー、時の天皇宇田天皇が官票、えー、の地といって震災を行う、えー、そこで任命されていたのが任用されていたのが菅原道真です、えー、彼は遣唐使に行く理由がありますかと当、えー、はもはや荒廃している そして、党に渡るためにどれだけの人が犠牲になったか分かりますかと。リスクを冒してまで荒廃した国に行く必要がありますか日本にはいくらかの他国の船が来てますよねと。そういったまあ理由を述べて、菅の道真は遣隋使を、遣唐使を廃止しています。 遣討士として、えー、派遣された留学生として有名なものを、えー、挙げました吉備の真備玄宝安倍の中丸空海最長彼らがまあ有名な人たちですと、えー、時を同じくして、えー、白木牧海らとも交易をしていることも忘れてはなりません、えー、ここまでで言えることなんですけれども高墓の黒丸とか水淵の庄安民吉備の真備玄宝彼らはまた留学をして帰ってきた際には 政政府の中心としてて治を担っているで同じことが明治時代にも当てはめて言うことができる。岩倉節ラ切断で外に行って帰ってきたで。彼らはやはりまた帰ってきた時に留守政府に代わって実権を握る。だから国をマネジメントする、まあ、組織をマネジメントするとか新たなことをクリエイトしていくっていうことにあたって異世界を知るとか異文化を学ぶ。 異なる価値観に触れるっていうことは重要な要素なのかもしれないなって私は思いますその後いきます相との貿易です平の忠政これは清盛のお父さんですね彼らの時に日相貿易が栄えます国としては国交がなかったんだけれども私貿易として栄えましたその後元とも交易があります えー、原稿があったじゃないかって言って、えー、日本と元の関係が悪いんかっていうと、えーまあ、そういった面もありますけれども14代執権の北条高時は船船とっって、ててに対して船を送います。そしてさらに室町時代の初代の将軍足利尊氏もまた天竜寺船といって、えー、天竜寺を後醍醐天皇の冥福を祈るために作ろうそのためのお金を集めるためにって言って、えー、天竜寺船を派遣しています。 それではつついいいにに室町時代のてて見ていきます。大きく明朝鮮琉球江戸ヶ島この4つです。えー、っとこれは江戸時代の前段階として考えることができる。江戸時代にも明とかオランダとかと長崎県の出島にて交易をしていた。朝鮮とも対馬の宗主を介して交易をしていた。琉球王国とも、 薩摩藩の島津氏を介して交易をしていた江戸地とは松前藩の松前氏が交易をしていたその前段階として室町時代明朝鮮琉球江戸島この4つと交易をしていたとそれぞれ見ていきますねまずは明との交易日明貿易について見ていきます1368年明が建国されますその時に義満が三代将軍に就任しています えー、1401年に義満の方から民に対して使いを送ります小泉をしてソアに愛添えてとソアが正死で小泉が福史です、えー、ここの話に関しては前輪国宝記に明記されていますそして1404年の頃から刊号貿易がスタートしますお互いに刊号符を持ち合って、えー、これを用いて貿易がスタートしました しかし三代将軍義満が始めたことが、まあ、気に食わなかったのか1411年に四代将軍義満が日民貿易をストップしてしまいます。朝貢貿易を取っていたと日本が民の下に入る真として真珠を意味する真として減り下,下っていたっていうところに不満を持った義満が一旦ストップ。 しかし6、えー、代将軍義教が1432年にリスタートしますあの日民貿易っていうのは基本的に、まあ、莫大な富を得たと、えー、利益があったっていうふうに言われていますっていうのも、えー、超高貿易という形を取るがゆえに滞在費運搬費などはすべて主人である民が負担した民から入ってきた生と銅線永楽通報などは日本の社会に流通し 室町文化を形成する一因となっていったしかし1441年嘉吉の変によって六代将軍義則が殺されると幕府勢力は衰退し貿易の実権も幕府将軍から大内氏細川氏のもとへと移っていったそして1523年のところで忍法の乱が起こった大内氏と細川氏が貿易の実権をめぐって争った忍法というのは中国の 都市の名前ですね、えー、そしてそこで勝利したのが大内氏以後大内氏が貿易を独占していく、えー、1547年のところで最後の観合戦が送られ大内氏が滅亡する1551年に観合貿易は途絶えることになります次に朝鮮との交易についてです1392年和光を撃退して高麗を倒した李成桂が朝鮮を建国する その後すぐに日朝貿易がスタートします朝鮮貿易日朝貿易の特徴としては日民貿易と違って幕府将軍のみならず有力な守護とか商人がこぞって利益を上げようとして貿易を行ったということです施設を送ったということですしかし1419年のところで一時貿易はストップしてしまいます o 英の外交です 朝鮮はこの時暴れていた和光を撃退しようと和光の拠点である対馬を襲った襲撃したこれが応援の外交ですさすがにこの時一時貿易はストップしますしかしその後また再び日朝間の貿易が再開され日本から多くの船が朝鮮に渡ることになりましたちょっと待ってちょっと待ってと一旦貿易を統制させて 朝鮮と日本の対馬、えー、藩、宗氏の間で、気害薬序、1443年に、えー、気害約序が結ばれます。これによって、日本から宗氏へ派遣する船を制限しよう、えー、貿易を統制しよう、えー、そういった取り決めが行われました。1510年のところでは散歩の乱が起こっています、えー。この散歩というのは、遠歩、不山歩、内治歩。 朝鮮における港で日本と朝鮮との貿易はここで行われていました。ここに日本人居留民が住んでいたんですが、彼らも朝鮮からの統制を受けて、その統制に反発する形で暴れた、放棄した。これが散歩の乱です。こういった理由によって、こういった背景によって日朝貿易というのは衰退していくことになります。 当時の公益関係を図にしました。まず日本と民との関係からいきます。認知民貿易ですね。日本が朝向の姿勢を取ることによって朝向貿易が行われた。そして勘合を用いたことから勘合貿易とも呼ばれます。民の中心的な港が忍法え。続いて日本と朝鮮との関係です。ここの間では日朝貿易が行われています。間に入ったのが宗氏、彼が 貿易統制を行いました朝鮮の中心的な港が3つ、遠方、孤山法内維法です。そして日朝貿易において、朝鮮国王から日本国王に通行証である通信符が送られています。さらに、図書とか文印とかそういったものを用いられたということも押さえておく必要があります。続いて、日本と琉球との交易についてです。 琉球の交易の中心地が那覇。この那覇を中心に東南アジア諸国とも琉球は交易を行うそして東南アジア諸国から輸入してきた品物をまた他国へ輸出するそうやって中継貿易の形を取ったのが琉球です日本もまたその恩恵を受けましたそして続いて日本と蝦夷ヶ島との交易についてです 日本の津軽には佐という港があります。この土佐港と機内京は日本海交易という形で交易を行っていましたその交易によって利を上げた安藤氏が江戸ヶ島に進出し道南中に建てを建設したそしてアイヌへの圧迫を強めていくと1457年にはその和人の圧迫に耐えかねてアイヌの大主張古社マインが 中心となって放棄が起こる。それが古社マインの戦いです。こういった民、朝鮮、琉球、江戸賀島との関係性があったのが14世紀、15世紀の日本です。